メンフィスはアメリカ海軍の軽巡洋艦。オマハ級軽巡洋艦の一隻。艦名はテネシー州の都市メンフィスにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。メンフィスは1920年10月14日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド・サンズ社で寄港した。1924年4月17日にエリザベス・アル・ペインによって命名。 浸水し、1925年2月4日に、フィラデルフィア海軍交渉で、艦長、ヘンリー・イラッキー大佐の指揮下収益した。2月後半にメンフィスは、カリブ海での成長巡航に出航する。4月13日、トリニダードのポートオブ・スペインで、オリバー・アーハザード・ペリー大将を追悼する記念碑の、放浪式に参加した。ペリー大将は1813年9月10日に、 エリー子の戦いでイギリス軍を打ち破り、その6年後にポートオブスペインにおいてフリゲートジョン・アダムズの艦上で死去、同地に埋葬されその7年後にロードアイランド州ニューポートに再埋葬された。6月にメンフィスはハーイ州ホノルル沖で偵察艦隊と合流し、9月まで南太平洋を巡航、オーストラリアやニュージーランドを訪問した。 1925年10月から1926年4月まで、メンフィスは西インド諸島で活動し、その後母校のニューヨークに帰還した。メンフィスはヨーロッパに向けて出港し、6月26日にフランスのサンナゼールに到着した。7月4日にアメリカ海軍ヨーロッパ派遣軍司令官機関の任務をピッツバーグと交代し、 1927年までヨーロッパ水域で活動した。1926年7月31日から8月31日までスペインのサンタンデールに停泊する間にメンフィスは国王アルフォンソ13世の訪問を受けた。1927年6月3日にメンフィスはニューヨークパリ間の無着陸飛行を行ったチャールズ・リンドバーグとその蒸気をイギリスのサウサンプトンで上艦させた。 翌日フランスのシェルブールを出港し、6月11日にワシントン DC に到着、ワシントン海軍交渉でリンドバーグを下ろした。同年の残りは大西洋岸で偵察任務に従事した。ウルグアイの不安補正でアメサーが大統領及び、ブラジルのジェトリオドルネレス・バルガス大統領は1944年1月にカを訪問した。両国は、 大西洋の海峡の封鎖に対して有効的な援助を与え続けた。翌年、メンフィスはヨーロッパへ出港し、1945年1月16日にイタリアのナポリに到着した。27日にヨーロッパ方面軍司令官、ハロルド・スターク提督の帰還となり、メンフィスは2月に開催されるヤルタ会談に先立って行われる連合軍司令官の会議のため、 マルタ島のバレッタへ向かった。1月末までにメンフィスは2名の重要人物、アーネスト・ジェイ・キング元帥及び、ジョージ・シー・マーシャル元帥を上官させた。2月18日、メンフィスは、ルイズベルト大統領が最後の連合軍首脳会談から帰国する前に、アルジェに到着した。続く8ヶ月間、メンフィスは有名なリーダーを受け入れ続けた。メンフィスは8月15日に、 フランス南部のサンラファエルとサントロペで連合軍上陸の最初の記念式典に10月27日にはイタリアのナポリで海軍記念日の式典に参加した。その後11月後半にタンジールを出港しペンシルベニア州フィラデルフィアに向かい同地で1945年12月17日に退役した。メンフィスは1946年1月8日除籍され 12月18日にペンシルベニア州ベスレヘムのパタプスコスクラップ社に売却1947年1月10日に廃棄のため届けられた。ありがとうございます。